お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。日本の伝統芸能能の舞台を見たことがありますか？そしてシドニーで能の歌いを学び合うグループがあるのを知っていますか？今日はシドニーで11月に行われる能の公演に出演する日本の能楽師梅若元則さん、そしてシドニーで2001年から始まった歌いのグループ合陽会を主催する江川澄夫さん、そして合陽会の会員2人の合わせて4人の方からお話を聞きます。まずは中世から続く梅若家に生まれ、日本伝統芸術文化財団の代表理事も務める梅若元則さんです。ヨーロッパなど海外の公演にも多く参加している梅若さんですが、オーストラリアでの公演は初めてです。海外で能はどのように受け止められているのでしょうか？そうですね、簡単に言いますと日本よりも観客の反応はとても良いです。そうで、リアクションが大きいということと、やはり例えばスタンディングオベーションであったりだとか、そういったようなきちんとした形で皆さんは出迎えてくれるというか、評価していただいているので、とても日本みたいにこう静かに座ってるだけではないので、そういった意味ではすごく反応があるなということをいつも実感してございます。海外での公演で気をつけていることはあるのでしょうか？取り立てでやってる内容というのは日本と変えてることはないんですね。っていうのが、脳というのは実は型と言われる動きというのも全部このフリーでやってる部分というのがないんですよ。ですので、その舞台で、舞台っていうか場所が変わってるだけで、やってることは全く変えずにやっております。ですので、例えば右へ向いて、例えば2歩出るとか、はい、僕ら2歩というんですけど、2歩出るっていうのも別に、今日はこう会場が大きいから4つ出るとかっていうことはあんまりしてないんですね。いけないことになってるんですよ、演劇的に。ですので、例えば私のパフォーマンスとしてこう見せていくっていうことにおいても、例えばこの、情熱的なこの心の、なんていうかな、動きっていうのはとても大きいと思うんですけれども、はい、実際の体の変化っていうのは実はあんまりないんですね。多少は、しなければいけない部分っていうのはあると思うんですけれども、例えば今日は気分がいいからここで右向いてみようとか、下がってみようとかっていう、そのフリーなものがないってことなんです。とはいえ、海外では能舞台があることは少なく、大きさも異なるコンサートホールなどで行うことになります。まあ、そういったところは歩数とかそういったもので少しカバーしたりだとかしたりするんですけれども、先ほど申してみたように右へ向くとか、ここで何かをこういうなんか動作をするっていうのは全部決まってるんですね。はい。ですので、その会場に行って驚くことは結構多いです。であとですね、オペラ劇場なんかでやりますと、舞台自体が前に下がってるんですね。お客さんに見やすいように舞台の後方がせり上がってるような形になってるんですね。だから平らじゃないので、まあそれこそ前に出ていくのはとてもスムーズに出ていけるんですけども、後ろに下がるのが坂道になってるわけですよね。はい。そうですね。ですので、古いオペラ劇場なんかは、そういった劇場が多いので、とっても能面をかけてると困る時があります。海外での公演でよく聞かれることはあるのでしょうか？まあ一番よく聞かれるのは、どのようにして見たらいいんですかっていうことを、脳はどうやって見たらいいんですかと、ということで聞かれるんですけれども、まあそれに関しましては、まあ脳っていろんな、楽しみ方があると思うんですね。例えば、海外の文化にないような、豪華な、衣装であったりだとか、それから仮面劇でありながら、その海外の仮面と違う能面であったりだとか、それから日本人独特のこの体の使い方の、まあ役者の演技ですよね。で、また、まあ、オペラのように、例えば歌があって、まあ、舞が あるわけですので、例えばその歌いの発声、それから、まあ、その訳すことができるならば、その意味であったりだとか、それからこの日本独特のこの楽器の音色であったりだとか、まあ、そういったことを見たり、また聞いたり、それから、一番大事なのは、そういったものを心で感じるっていうことが一番大事ですよっていうことを、よく、ご説明いたします。3歳で初舞台を踏み、能の世界にいる梅若さん。シドニーでの公演の演目は、羽衣です。能の面白さを聞きました。私も例えば、この今回の、羽衣にいたしましても、もう何十回というふうに、演じてるわけなんですけれども、毎回毎回、未だにいろんな発見があります。例えば、まず最初に、私たちが、まあ、
この羽衣を最初に演じるにあたって教えられるのは、まあ、とにかく先ほど言ったような、形というか、うん、演じ方っていうのは決まっておりますので、もうガチガチにこう教えられるわけですね。はい、もう、ここで、右へ斜めに向いて見上げるとか、にほてるとかっていうことをもうガチガチに教えられて、まずその通りにしていくってことが、まず第一歩なんですね。でも今度は、その、右斜めに向くというのを、どのようにして向くかっていうことを考えるのは自分なので、ここでゆっくり向くのか、それではスッと向いて見上げるのか、見上げてから右へ向くのか、いろんな方法がありますよね。まあそういった演技の方法であったりだとか、それからその、曲自体の解釈ですね。このしての、まあ、発しているセリフというのが、どのような意味を持っているのか。また、何をこの脳っていうか、このストーリーっていうのは、人々に何を伝えたいのかっていうことは、やはりこの自分がこう、なんていうかな、スキルアップしたりだとか、経験値によって、どん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 進化していくんですね。その進化を自分でこう感じることができる。また、感じせずに、そのまま知らない間にやってることが、後で自分の行動がそうだったのかっていう、意味の位置、意味付けになったりとかする場合は結構あります。はい。それは本当に元のところは変わらない、一番最初に習うところはもう本当に厳格に変わらないけれども、はい、ある意味自分とともに変わっていく部分が、そうなんです、はい、それは見る方も変わってくるんですね。その見る方も例えば今回ね、まあ、シドニーでいたしますのは初めてなので、おそらく初めての方が多い。仮に今回見られた方が次もう一度羽衣を見たときに、その前回見た感動とは全く違った感動であったりだとか、うん、それから心の動きであったりだとか、見えてくるものがもっともっと変わってくるんですね。また広がっていくという、そういう芸術というのが、この脳の一番の魅力ではないかなと思っています。また梅若さんは海外での演劇祭などに参加し、脳を演劇として見てもらう活動もしています。私としてはあくまでも伝統芸能なんですけれども、はい、例えば現代演劇となんか完全にこう分けて見られている部分っていうのが多いと思うんですよ。演劇としての大きなジャンルとしてはあんまり見てくれてないものがありますので、他のね、現代演劇であったりだとか、それからアングラであったりだとか、それからもっとサイバーな演劇とは、まあ、同じ土壌にあるっていうことをやっぱり皆さんにも認知していただきたいなっていう思いで、まあ、例えばコラボレーションであったりだとか、うん、今申し上げたその新曲を作ったりだとか、そういったこともしております。でも私はあくまでもやってる、なんていうのかな、方法っていうのはあくまでも脳がベースなので、うん、脳的な動きなんですね。持ち寄った要素をこう合わせて組み合わせていくような感じでしょうか。そうですね、はい、組み合わせていって、その中に脳を入れていって、それでどのようにして演劇として、うん、評価されるのかとか、皆さんの例えば観客が見ていただけるのかとかっていうことをそう言って考えてございます、うん、一見その合わないと思われてる、はいはい、全然異文化であったとしても、やっていくことによって、必ずその融合点っていうのが見出せることができるんですね、設備や雰囲気のある日本で能を見てもらうことももちろんですが、海外に出かけて能の公演を行う、その理由は何でしょうか。やっぱりその海外の方に、一人でも多くの方に見ていただくためには、私たちがこう、まあ、出向いていくっていうことの方が、当然見ていただける方の、はい、人数が多いわけですから、そういった機会をですね、我々の方が、やっぱ日本にはこんな芸能があるんです、こんな演劇があるんですよっていうことを少しでも、まあ、一人でも多くの方にね、知っていただくために我々が出向いていかないといけないと思います。で、まあ、その会場の設定であったりだとか、能舞台の雰囲気っていうのはなかなか味わえないのかもしれませんけれども、うんうん、その五感を養っていただくっていうのがとても、なんていうか、いい機会だと思いますし、うん、それがまたその国の方々の自国の文化っていうものの再発見に なっていただければ、もっともっとありがたいことだと。今回、羽衣の公演をシドニーでされますけれども、はい、見どころというか、こういうところを楽しんでいただければというのは何かありますでしょうか。そうですね。この羽衣自体は、人間と人間以外の展開の方ですね。まあ、神と言っても、分かりやすく言うと神と言ってもいいかもしれませんけれども、うん、そういうたび、まあ、月に住んでるの異星人と言ってもいいかもしれません。その交流なんですね。そこにおける羽衣の天女の清廉潔白さ、それと人間がですね、その羽衣を拾うとですね、
なかなか国の宝にしたりとか自分のものにしたりとかしようとするんですけれども、うん、展開には偽りなんかありませんよ、人間の世界にはあるかもしれませんけれどもっていうことを言った時に、その人間がハッと気づいて、なんて恥ずかしい思いをしたんだろうということで、スッとこう羽衣を返すんですね。そこのやっぱりこう人間にもまだまだそういった純粋さであったりとかそういったものがあるんだなっていうことを、この脳は気づかせてくれると思います。でその後に見せる、天女の美しい舞と、またその展開に帰っていく、姿に皆さんはなんていうかな、見て何かを感じていただければなと思います。梅若元則さんでした。続いてシドニーで能の謡を学ぶグループ高揚会です。20年以上続く集まりですが、会員から2人の方にお話を聞きます。お二人の名前は仮名です。まずは6年通っているヨシさん、能舞台を見て感動したことが入会のきっかけでした。全然ど素人なのに、うまく誘導してくださるからありがたいです。あまり歴史とか全然知らないんですけど、すごく声を出すにね、声を出すのにとても助かってます。私歌も好きなので、この能のお勉強で低い声を出してとても助かってます。もうね、その衣装の美しさ、それからお面の精巧な作りとかにもう関心がいって、すごく有意義ですね。よしさんでした。続いて会員の愛子さんです。20年ほど合謡会に通っています。日本で謡を習った経験があり、オーストラリアに来てたまたまグループの存在を知りました。あらと思って声をかけてっていうか、お願いして、でも伺った時に、あ、私これもうダメと思ったと申しますのは、先生たちがあまりにもプロで、私はもうただ撫でてるだけだったんで、これはダメと思ったんですけど、引き止められたで、それでずっと続けております。何がこの続けてこられた理由と言いますか、気分が変わる、このオーストラリアでそういうことができる、そういうことじゃないかな。面白いですよね。全く違う雰囲気が面白いし、もちろん先生のお人柄とかそういうのもありますけれども、歴史に惹かれてるんじゃないかなと思いますけど、でいろんなこと、本当に先ほどあちらもおっしゃったように、知らない世界、歴史の世界をなんとなくこうさまよえるっていうか、漫遊できるっていうか、そういうことだと思いますけど。愛子さんでした。そして合謡会を現在主催する江川澄夫さんです。合謡会発足の経緯を聞きました。合謡会は同行の市の、元横浜大への社長をしておられた石原さんという方がおられますが、彼と一緒に二人で立ち上げた会です。で彼は大学の謡曲部のメンバーで、非常に謡曲に、関心があって一生懸命やられてて、シドニーに赴任されてからも同じような趣味を持っている方を探しているということで、取引のあった銀行筋からそういう人がいないかという話があって、ちょうど私も、6歳からやってた関係で、で一緒にやりましょうということで、当初は1日に4番ずつ4曲ずつこなして、それをずっと、ほとんどそうですね、月に3回ぐらいずつやって、ほぼ100万ぐらいやったんじゃないですかね、それが最初ですね。実は私の実家がですね、上野根岸という、非常に古い町なんですけど、でそこで350年ぐらい続いた家の、私そこに生まれまして、だいたい子供には、女の場合は長唄、花、それからお花ですね、それから三味線やなんかも全部教えて、で男の場合は謡曲、姉妹と謡を、プロの人を呼んで教えるというのがしきたりになってまして、で家に芸大の先生、プロの先生を呼んで、そこで、やっているというような生活をずっとしてました。江川さんでした。江川さんは合謡会以外にも、赴任後の2002年3月には、NIDA、オーストラリア国立演劇学校で、能について英語で説明とパフォーマンスを行いました。それがきっかけとなり、講演やパフォーマンスを行うようになりました。英語の能、オッペンハイマーの制作にも関わりました。合謡会では、参加者に能や謡を楽しんでもらうことに力を入れています。皆さん、楽しめるように、歴史だとか、そのバックボーンをですね、タイトルのバックボーンをいろいろ説明をしながら楽しんでもらうと、そういう場にしたいなというふうに思いました。
これは日本も同じなんですけども、カルチャークラブとかですね、そういう文化的なものっていうのは女性の方が非常に参加者が多いんですよね。それもシニアの方で、あと前オッペンハイマーという英語のが開催されたんですけど、その時のプロデュースおよび作詞をやったアラン・マレットという、これはシドリー大学の名誉教授ですけれども、その方にも教えもしましたね。でその方は日本語ある程度できたんで、普通の歌い本で教えることができました。でそれ以外に若い演劇というか映画を、プライベートフィルムを撮ってる方がおられまして、その方は日本語ができないんでしょうがないんで英語で、英語に全部翻訳をして、それを五線譜に移し、副詞を教えながら、これはだいぶ苦労しましたけれども教えたこともあります。海外で能を説明する機会が多い中、よく聞かれる質問とは何でしょうか。例えば歌舞伎と比較されるケースが非常に多いんですね。で能と歌舞伎を混同されている方が多いということで、もちろん芸能ニュース的には歌舞伎の方が人気があるわけです。それは動きがあるためなんですけれども、その歌舞伎と能の比較で、あ、歌舞伎やってるんですねとか、そういうようなことをよく聞かれる場合がありますね。知られてない部分っていうのは、やっぱりこう芸術としての構成の部分ですね。あと舞台ですね。舞台もちょっと変わってますからね。橋がかりがあって四角い舞台が、どちらかというと客先に飛び出た形になる。それも屋内とか屋外に置かれる場合もあると。で美術的なそういうレベルのいくつかの要素があるっていうことを割合知らない方がおられて、能はただの舞ダンスである、それから歌を歌うだけじゃなくて全体を、楽しむもんだよということを説明をしていますね。能を海外で見る機会っていうのは非常に少ないです。今回11月に羽衣をシティでやるようですので、そういう機会を見逃さずに見に行っていただければなというふうに思います。江川さんでした。今日は11月16日にシドニーで行われる能の公演に出演する日本の能楽師梅若元則さん、そしてシドニーの歌いのグループ合謡会を主催する江川澄夫さん、そして合謡会の会員2人にお話を聞きました。 SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。